子が笑い送る一時間。フリムーンラジオ始まるよ。皆さんこんばんは。6月12日水曜日、時刻は午後9時を回りました。 79.7MHz FM ギノワン、毎週水曜夜9時は今週もフリムーンラジオの時間です。お相手は私ナルトヤです。よろしくお願いします。よし。そしていやーもうちょっと雨がすごくってさ、もういろいろやばいよね。さあもう本当に生川きって感じだね。今夜もよろしく。おいちにしゃらです。よろしくお願いします。そしてはい、うるま市より、うるま市あんまり降ってなかった気がします。あららら、あららら、あ、わからん、うん、そんな気がします。はい、ちあきです。今日もよろしくお願いします。お願いします。そしてミキサーはこの方です。はい、ワンマンコです。ワンマンコ、あの、うるま市は、うん、昨日の方が降ってたんじゃないか。昨日やばかった。やばい。確かに。車止まらんかなと思ったぐらい。そうそう、昨日自分、うるま方面、はい、遠出で配達してて、はい、ちょうど昼ぐらいかな、はい、やばかった。天正付近、うん、天正のところね、あっちから川沿いがあるでしょ。はい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 、ちょうど昼あっちで、はい、12時ぐらい。うん、ミューシャ聞きながらいたら、いきなりザーッと降ってきて、はい、見たらあの側溝から50センチぐらい水がドーッと引き上げて天岸側に流れ込んでるのを撮影してアップしました。エコザイルです。イエーイ。ナイス。無事でよかった。いや、無事でよかったですよ、本当ね、うん、はい。さあ、ということで、今日実はゲストさん、すみまるこさん、ラジオネームすみまるこさん、いつもね、あのカレーのフードトラックやられてる方ですけども、ぐるぐる回しながら、そうですね、はい、それをメール売ってる方ですね、はい。一応あのスタジオにお呼びする予定だったんですけれども、ちょっと、うん、あのスケジュールの関係で、うん、ちょっとここの時間にはもうスタジオ間に合わないということで、はい、家でですね、はい、ちょっと丸場になりながら待ってるそうです。なるほど。電話を、はい、電話出演ですね。全裸待、これが全裸待機ってやつですね、はい、うん、電話でね、はい、ですので9時半頃9時半頃だね、はい、うん、みんなであのいじり倒しましょう。楽しみです。告知させないように、はい、告知いらない、させない。何のために出るの。本当ですよ、ね、しっかりと言う。ただ電話、うん、はい、電話つなぐだけ、うん、電話でよかった。もうあの沖縄ティーチャーズパワー屋さんからゲストという概念、うん、ね、概念とはですか、うん、あのフリモンのゲストはあの、うん、7割方いじり倒されます。やめたけってよ。ということで、はい、すみまるこさん9時半頃から電話出演です。お楽しみに、はいはい、では今週のオープニングトークはホワイティさんです。行きましょう、はいはい、行きましょう、今回行きましょう、このコーナーです。男ソムリエホワイティにシェラが送るおすすめです。カン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 セルフエコーでお送りしました。今週ですね、まあ、テーマにも沿ってですね、この方をおすすめしたいと思います。その方のお名前はこれ、はい、小林克也。あれ、あれ、このテーマ本人じゃなくて、うん、本人じゃない、うん、小林克也です。そうです、小林克也さん、はい、やっぱりね、今日のテーマに沿ったものは小林克也さんになります。はい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 、まあ、この英語ね、そう、堪能でいいでしょ、はい、アメリカンっていうのを出してたからね。そ う, そ う, そ う, そうですね、そう、ですね、まあ、洋楽を広めた第一人者として私はね、あの、はい、記憶しております。ということで、私が洋楽に出会ったのはこの方の影響でございます。はい、あの名番組ね、Best Way to USA、はいはいはい、はい、今でも BS でやってますね。そうそうそう、はい、やってるの、ね、で RBC でもパクってますね。あれはあれはいつかの何とかだったやつ ね, ね, ね、あの本物も今ラジオでもやってるのに、あの東京ではね、ベストヒットだった USA だった、だったそうだったよね。ちょっとパクリ気味で入ってる ね, ね、本当にちょっとね、でもあのすごい好きなのはすごいわかるから、ね、はいはいはい、番組ね、はい、はい、
という小林克也さんなんですけれども、1941年3月27日生まれ、はい、なんと83歳でございます。そうなんですよ。今でも週何番組レギュラーやってるんだっていうラジオって感じですけど、はい、BS でもやってますからね。あのもう本当にあのベストUSA で知られる後来、はい、あのまあ、いろんなことをね DJ なんかもやってるんですけども、はい、彼からじゃないですかね、 VJ という言葉が出てきたのですね。なんですね、まあ、そんな小林克也さんなんですけれども、はい、広島出身でございます。皆さんと、まあ、共通点があるといえば大のラジオ好きですね。まあ、小さい頃からラジオずっと聞いてて、はい、でですね、そのラジオからですね、岩国基地から音が、まあ、拾ってたんですね。まあ、米軍基地があったんですね。そうそうそう、あ、今もありますけど、はい、そう、それの、 あの言語の放送が入ってきて、それがまあかっけーってなってですね、はい、そこから小林克也という人が出てくるわけですね。まあ、あの頃にしては流暢な英語も喋ってたし、はい、ね、外人タレントさんにももう来ても堂々とインタビューしてたじゃないですか。そうですね、すごいんですよ、はい、もうあの何を臆することもなく、でもなんかすごいあのネイティブな感じですが、すごい自然に喋ったじゃないですか、はい、ね、私たちが This is a pen みたいなでもっと小林がさいい感じに言えんだろうなっていうぐらい、まあ、毎週毎週ベストヒット USA も見てたんですが、そこでね、今日のテーマの方に迫るわけです。もう、はい、まあ、ベストヒット USA 毎週毎週ビルボード の、 あのランキングをビデオね、ミュージックビデオを紹介するんですけど、ね、はいはい、まあ、よく流れましたよね、はい、マイケル・ジャクソンスリラーね、まあ、この時にですね、小林克也さんが言ったんですね、はい、マイコー・ジャクソンって。そこからじゃないですか、皆さんマイケルをマイコーと言い出したのは、そう、ね、だと思うんですね、毎週毎週私も見てました。で、毎週毎週ね、スリラー見るんだけど、はい、あのスリラーって本当のミュージックビデオって長いじゃないですか、はい、最初と最後ちょっとドラマっぽくなってて、はいはいはい、で、あの小林克也さんその時ちょっと溜めるんですね、あのちょっと思わせぶりに、今週もあの曲がナンバーワン、今週ちょっと長いんですがフルバージョンでお送りします、ね、ちょっと溜めて、あ、嘘マジで来たみたいな、マイコー・ジャクソンスーラーどうぞみたいな、チャーって流れ出すんですね。もう最高にテンション上がるんですね、もう土曜日の夜に、はい、まあ寝れないよね寝れないです ね、 ね、普通に寝れないよねって感じ で、はい、でいろんなね、あのマイケル・ジャクソン以外もですね、まあ、バナナラマとかね、いろんなね、はいはい、アハとか見ましたよ、よくあの番組で、まあ、そんな小林克也さんなんですけども、まあ、そういうことをやってるんですけども、はい、音楽活動もやってまして、まあ、メジャーなところで言うとスネークマンショー、こちらちょっとお笑いが入った伊藤正人さんと組んでたんですね。で、あの桑田佳祐さんなんかもちょっと仲が良くて、はい、あの DJ あのヌードマンというアルバムありますあります、はい、あれ DJ コービーの歌はあれ小林克也さん、そうだそうだ、ありましたね、はい、そうなんです。それはもう小林克也さんが元になったやつが、はい、あのなってるんですね、はい、素晴らしいです。でですね、晩年今最近ですね、小林克也さんちょっと大きい病気、ちょっと3度ほどちょっと手術もしまして、まあ、あのその度に、まあ、今復活というか、まあ、ゆっくりやりながら BS でもね、またあのベストヒット USA まだやってるし、やってます、はい、あとラジオもやってるし、はい、ということなんですね。で本当にたくさんの人に影響を与えてきたんですよ、はい、小室哲哉ね、はい、あとあの山崎まさよしなんかも洋楽聴き始めたのはもうベストヒット USA というぐらいにすごかったんですね。で何がすごいっていうと、はい、皆さん覚えてます、小林克也さん、ね、あの英語力が強くて、うん、はい、アメリカンという、ね、はいはいはい、教材出したんですよ、はい、あれね、あの一つの缶に入ってるんですね。で小林克也さんの絵があって、はい、中に最初カセットだったのかな、うん、ね、カセットの名前が、まあ、スピードラーニングみたいなもんなんですけど、はい、うん、でそれがなんと一つのセットが約1万7000円するんですね。1万7000円、うんうんうん、当時の値段で、それがですね、はい、30万セットほど売れたらしいです。うわ、もうビッグヒットです。あの私朝ですねそれ見て、はい、計算したんですよiPhone の、ね、縦に計算したら、はい、もう出てこなくて横にして、おお、あ、桁がね、大きいんで、グイッて分した、おお、ちょっと待って、はい、一時、あ、もうやめだ
もう見なかったことにしようと。なるだろうね。なるでしょうね。それ見て、うん、もうで今でもですね、あの、はい、どんなんかなっていうとメルカリ見てください。すごい安く売ってますから。ね、あの CD も出てるから、あのぜひ興味のある方はあの聞いてください。で小林さんのね、まあ、めちゃくちゃ流暢な英語がね、はい、聞けるかと思いますんで、はい、そんな 今夜はですね小林克也さんをピックアップしてみました。はい、ということで。もう本当に最初は僕も、ね、このテーマですからマイケル・ジャクソン本人で来るなと思ったら、うん、ちょっとねもう尺が足んないでしょ、だからあまあまあまあ、だろう、ね、収まりきらないよ、はいはい、確かに、うんはい、プチってしとかないと、はいはい、ということで、うん、では今日のメールテーマいきたいと思います。今日のメールテーマはこちらです。マイケル・ジャクソン、はい、ということで、まあ、僕なりにちょっと英語で喋ってみます。はい、アメリカン買いなさいよ。買いましょうね。はい、ということで、マイケル・ジャクソン、はい、もう多分ね、うん、あの世代が違っても、うん、聞いたことはあるでしょう、何らかの曲はね。と、うん、いうことで、うんうん、マイケル・ジャクソンに関するメールをお待ちしております。メールアドレスはこちらです。moon@fmgino.com、 この番組専用のアドレスです。 moon@fmginowan.com です。この番組はツイキャスで映像と音声を同時ネット配信しています。ツイキャスのトップページから FM ギノワンと検索していただくとチャンネルが出てきますので、そちらからご覧ください。そしてわちゃわちゃとねコメントで、ツイキャスにはコメント欄がありますので、はい、ぜひぜひコメントの方よろしくお願いいたします。さらにさあ千秋さんのインスタライブでも配信しております、はい、オフトークが聞けるのは千秋さんのインスタライブだけです、はい、ということで、インスタグラムで漢字でつはちあきと検索していただいてチェックしてみてください、はい、そして YouTube なんですけれども、今ちょっと、配信ができない状況になっているそうで、またあの、はい、アーカイブは後日あのアップできるってことなんですけれども、あの、はい、今はもう配信のみで、配信というかそうです、あのアーカイブが今残らないってことですか。逆です、逆、あの配信がしてなくてアーカイブは出せると、あ、いうことらしい。今これは録画だけなの、録画だけをしてるってことです、はいはいはい、ですので、YouTube は今日はもうあの出てきませんので、ぜひあの今逆にツイキャスしかね、うちもコメントそこしか拾わないの で、ね、逆にぜひぜひツイキャスのコメントをお待ちしております。待ってます。そしてこの番組ではスポンサー様を常時募集しております。1ヶ月3000円から CM 流せますので、ぜひぜひお問い合わせは各、メンバー、そして番組の SNS までよろしくお願いいたします、はい、さあでは今日も提供スポンサー紹介させていただきます。この番組は神奈川県北部といえば相模原、相模原といえばスラシドおばさん、スラシドおばさんの会社といえば神津土地、エコザイル様の運送会社です NS 配送、ある時はマンスリーゲスト、ある時はバンドメンバー、ある時はイベンター、ある時は本屋さん、その正体はラッパーのジャパナ、エコザイルさんのアグです、アグと言ったらいじるよ、ラジオネームギネス、家族の笑顔にマーサンド、カメカメ島餃子、いつまでも女の子大好きなリスナーです、ラジオネームかっちゃん、読谷地ワイフより読谷ラブ、ラジオネーム埼玉のゴー、旅は続ける人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラー、ラジオネームバーモント、フリムーンファミリーの提供でお送りいたします。それでは CM お聞きください。ほーら
メガネに青いキャップちょい太め、そんなアワトラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃい。フリムファミリーも待ってます。フリムラジオ。さあ、フリムラジオ FM ギノワのスタジオから生放送でお送りしております。この時間はツイキャスに届いておりますコメント、順番に読んでいきたいと思います。まず今日のトップバッターはなんと沖縄 T シャツパパヤーさんです。イエイ。今夜も元気にこんばんムーン。旦那が帰ってくるまでお邪魔しますということで、今日もありがとうございます。さあ、そしてちょっと次のコメント行く前に、コインがあと4枚足りません、ぜひコインの投入をお待ちしております。はい、さあそれでは続いていきましょう。埼玉のゴーさんです、雨で濡れトラさん、エコさん、ホワイティさん、千秋さん、こんばんムーン。琉球飲みながらたこ焼き食べている人です。もうお酒飲んでますね。いいね、いいね。はい、で今日はツイキャスのスタートが遅かったので、土をせんなるトラということでいくつ埼玉の子さん年下なんでしょうね。年は関係ないじゃん。スポンサー様ですから、ね。まあ、スポンサー様ですからね。スポンサー様ですからね。はい、ここまで、はい、ここまでがあの一連の流れでございます。はい、そして、ヤクチさん、ナルトラ生誕43歳、皆様こんばんムーンということでありがとうございます。昨日ですね、また一つ年を取ってしまいました。はい、おめでとう。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ということでみんなもっと待ってるよ待ってるよ、はい、おめでとうちょうだい。あの、はい、あのメールでもあの、うん、ツイキャスでもぜひコメントの方お待ちしております。そしてリオチさん、こんばんムーンということで、そう、あの僕が昨日の誕生日ですけれども、リオチさん今日、誕生日ということで、おめでとうございます。さあ、そして、いっくんさん、こんばんムーン。みさやかべさんも皆さん、こんばんムーン。そして、あ、親方さんムンムーンということで、はい、コメント久々じゃないですかね。久々ですね、ありがとうございます。生存確認 OK です OK です、はい、はい、そして埼玉の郷さんや、ガラスの中年さんもね、始まり始まりこんばんムーン、乾杯ということで、はい、誕生日コメントもありがとうございます。いや、乾杯という前にもすでに飲んでただろ、何杯目かの乾杯でしょうね、これはね、はい、そして埼玉の郷さん、チェケラッチャ三原純子やということで、その後に生乾き西原やっていうことそう、生乾き、ね、はい、生乾きうまいうまい、近づくこっちだね、生乾きはい、川越さん、成田さん、エコさん、ホワイティ、西原さん、いつも可愛くて素敵な千秋ちゃん、皆さんこんばんムーンライト、すごい雨ですね、雷ゴロゴロもすごいですね、そして日曜日は最高に盛り上がりましたね、あのイベントですね、はい、僕もいましたけれども、そして成田さん、昨日誕生日おめでとうございますということで、さあ、カーボーイさん、先に予告しておきますが、来週も同じように、千秋さんにコメントが打てるのでしょうか。はい、これをヒントにしておきます。なるほど。そして銀さんこんばんムーン、はい、成田さん生誕記念日おめでとうございます、ありがとうございます。ニセカメさんからもありがとうございます、誕生日コメントですね。そしてティーマさん、こんばんムーン、はい、そして新規でめっちゃさん、那覇市に今、あ、マジで避難指示が発令レベル4、帰りどうしようかな、やばいね。ちょっとこっちはね、さっきあの9時前は、ね、結構雷になってたんですけど、今はちょっとね、はい、大丈夫そうですね、はい、そしてアンツマさん、こんばんムーン、ありがとうございます。そしてギネスさんがね、白子姉さん、千秋姉さん、今日もべっぴんさんだね、ありがとうございます、はい、そして、あ、はい、パパヤさんからね、挑戦状が来ております。お題が来ましたよ、ハッピーバースデー、 May all your dreams come true on this wonderful day。 お、かっちょいい、読んじゃいました、やっちゃったね、はい、珍しく噛んでなかったね、役ですか、誕生日おめでとう、夢がいろいろと叶うといいね、そんな感じじゃないでしょうか。すごいワンダフルデーワ、いい年になりますように、超いい役ですか、デーワ、
だから、だから、沖縄大好きさん、こんばんむーん、雷で目がチカチカしてちょっとだけ気持ち悪かったら沖縄大好きですということで、うん、後ろねちょっとチカチカしたりしてますが、はい、チカチカしてる、そして、あ、ガラスの中年さん、うん、電話出演楽しみだわ、リスナーの電話出演時代が懐かしいということで、うん、フリムーンの初期はこんなことやってたんですよね、そうだね、いきなりね、いきなりみんなの携帯に入ってる友達の番号を回して生電話に出演してるという、うん、楽しそう、ね、やる、やりたい、また、いや、千秋さんのいっぱい入ってそうさ、お、ね、急にってこと、あ、私の携帯で、やるとやると、もう息なし、じゃあ企画しましょうか、本当にいいやろ、近いうちに、いや俺も消えたのよ、1000件ぐらい入ってたけど、うん、1回あの ID 乗っ取られたから、だから今、やばいな、今10件ぐらいしか入ってないはい、そして T マルさん、ポー、マイケルといえば、うん、エディポー、 BT 最強説ということで、あ、 あれですね、はい、そしてミッキョーさん、雨に濡れながら雨靴の中に水が溜まりながら、うん、ファミリーマートに配送しながら、うん、なので聞くだけリスナーやっときますということで、ご苦労様です、ありがとうございます、はい、そしてファミリーマートにそのまま水ですって流してあげたらいいんですよ、ちょっと生温かい水ですけど、絶対気持ち悪いです、はい、パパヤさん、うん、最近熱帯ジャズ楽団のアレンジャーにバンドのテーマソングを作ってもらったんだけど、うん、マイケル・ジャクソンのブラック・ア・ホワイトのラテンアレンジ、めっちゃかっこいい、絶対いいの、いいですね、はい、これ、はい、そしてヤンキチさんね、うん、もう本当に音楽に増資深い方ですけれども、うん、来ザ・ナンバーワンバンドにいた小林克也さんを拝聴したことがあるということですね、うんうん、そう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 、はい、あの克也さんが日本で初めてラップを広めた人だからね、すごいですね、うん、そこからいろんな人が影響を受けて、はいはい、和製ラップが元となっているんですね、そしてパパヤさんはね、旦那がよく小林克也のモノマネするけど、うん、誇張しすぎて何一つ伝わってないということ、うん、それモノマネなのモノマネ？モノマネ？マネてない？はてな？うん、すごいネタですね、超えちゃってんだね、濃すぎてね、はい、なんか、はい、さあそしてね、うん、MV の話出ましたけれども、りょうちさんは今 MV 編集しながら聞いてるということですね、楽しみ、今ね、FM ギノマンにもポスター貼られてますけれどもね、うん、アイデリクリリックのファーストシングル、うん、ね、絶賛配信中ということで、はい、はい、アッキーさん、うん、何故このテーマになったんかしら、あ、それ6月はマイコージャクソンの命日月ですから、それでですね、ちょっと6月、はい、あ、そういえばマイケルな、懐かしいなっつって、はい、これ僕はテーマの告知をするときにそれを調べて書いたんですけど、うん、それをホワイティさんに伝えたら、うん、そうだったの？あれ、なるとはもっと深いところまで、私まあ、亡くなって15年経ったからですかって聞かれて、うん、何も考えてないよ、そんなこと。6月は命日の月じゃん。そうそうです、はい、だからだよっつって。ということです。ただそれだけです。はい、そして、うん、ガラスの中年さん、はい、3000円でスポンサーに、うん、お待ちしております。待ってます。ぜひぜひお待ちしております。うん、ちょっと酒代を節約したら大丈夫です、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします、はい、うん、はい、そして、うん、ミスジナさん遅くなったけど、うん、こんばんむーん、いやー、ナルトラさんお祝い呼ばれなかったよ、残念ということでミュージックシャワーで12時頃に、うん、祝いますのコーナーってのがあるんですけど、ミスジナさんの1日遅れで出してくれたんですよ今日、ただ呼ばれなかったということで、はい、うん、ありがとうございます、はい、いえいえ、もうね、その心がけてくれればありがとうございます、うん、はい、そしてメイちゃん、那覇、うん、の南の方で住んでますけど、うん、停電しましたということで、うん、一瞬ね、一瞬だけだそうですけど、あ、感電しなかった、よかった、はい、そして、はい、メイちゃんさん、パパヤさん、いっくんさん、そしてヤンキチさん、コテニックありがとうございます、無事に、はい、ミスジダさんもありがとうございます、どうす、ティエマルさんもありがとうございます、そしてディングルちゃんさん、こんばんむーん、ご飯食べ終わりに聞いてますということで、うん、ありがとうございます、かっちゃんさんも皆さん、うん、こんばんむーん、みっちーさんもこんばんむーん、そしてあきらさん、あ、はいはいはい、ありがとうございます、群馬から、ありがとうございます、なんとコロナ中ですと、あらららら、あ、もうゆっくり休んでください、ちゃんと養生してくださいね、はい、みっちーさん、うん、マイケル・ジャクソンってキング・オブ・ポップのマイケル・ジャクソンではないよねって、キング・オブ・ポップのマイケル・ジャクソンです、そうだよ、はい、はい、でもホップじゃない、あれ
なんかキングオグホップっていう。オグホップ。オグ。これなんかごめんなさい、あの僕が知らないだけかもしれません。なんかね、あの別のマイケル・ジャクソンさんがいるのかもしれない。オグはあのメイクの前あのオカマの人ですね。オグネーム。ああ、はい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 。オグネーム。それか。ここにライン入れるのとかそんな感じですね。すいません。素敵なメイクをしてくれるオグネーム。オグです。はい。そしてギネスさん。うん。奈良田さん振り込んだよということでありがとうございます。ありがとうございます。もう7月分の振り込みですね。ありがとうございます。はい。そして、ね、うん、アッキーさんがね、うん、もうハッピーバースデーありがとうございます。そして埼玉郷さん、さっきの電話企画、うん、やるやろ、うん、僕の電話番号知ってる人いないけどって。あ、教えててください。はい、すぐ電話します。イエー、ね、かけてほしい方、電話番号、うん、メールで送ってください、はい、お待ちしております。しております。はい、そしてヒンガさん、遅刻だムーン、お邪魔しますということでありがとうございます。ヒンガさんと日曜日お会いしましたんで、はい。ジュジュさん、おこんばんムーン、ホワイチーということで、はい。そしてカッチャンさん、うん、僕も勝也やけどって。靴屋違いです、ね、そっちの靴屋さんは全然ね。はい、うん、チーン、はい。そしてめいちゃんさんから、土砂災害警戒情報ということで、わ、那覇大変じゃん。気になる方は那覇大丈夫、宜野湾にも出てるそうです。出てるよ、さっきから通知うるさかったもん俺の。オーマイガー、俺、はい、LINE の災害通知入れてるから。ちなみに名誉大学の近く土砂崩れしたらしい ね、してるみたい。名護さんだったですね、はい。車がボコッと落ちてたんで、ね、今日もこっちより、うん、名護は本当にずっと土砂降りだったっていう風に、うん、はい、そうそう、ちょ近くね住んでる人気をつけて、本当、はい、地盤が緩くなってますよ、はい、昨日も自分のところも昨日からずっと降り続いてたんで、うん、そう、やまないほとんど、うん、さあ、そしてミッチーさんがこの方だそうです、うん、ビアハンターの、うん、マイケル・ジャクソンというすごい有名な人がいてね、多分もじったんでしょうね、さっきのも。なるほど、だからビールが、ね、こう好きだったり解説したりしてた方なんでしょうね、うんうん、偶然同姓同名だったということで、はいはいはい、あ、そうなんだ、はい、さあ、そして、うん、NJ さんありがとうございます、うん、次のねサッカーの番組を毎週聞いてる方ですけども、はい、今週はあるかなということで、2週お休みなんですよね、サッカーの番組、先週、先々週、今週はあるのかは分かりません、僕まだ聞いてません、はい。そしてミスジダンさん、マイケル・ジャクソンといえば MJ ですが、うん、MJ といえばマイケル・ジョーダンや松本潤とかですかね、うん、テーマが MJ じゃなくてよかったねということで。なんかね、テーマがね、MJ にしたら、うん、リスナーさんでも MJ さんっているんですよね、うんうんうん、その方を送ってくる人ももしかしたらいるかもしれないなと思って、うん、あ、でも冗談と絡んだミュージックビデオもあるからね、ね、ぜひぜひ見てください、はい、うん、松潤とは絡んでないのよね。ソリ、はい、そしてアンツバさん、大東島の方ですけども、うん、島の北側で雷がずっと鳴ってるということで、ね、沖縄本島からね結構離れてるんですけども、うん、今は同じような天気ということで、はい、うん、そしてジュンジュさん、はい、ワンモ選手10万56歳になったよということでおめでとうございます。10万やば、どっから来たんだ。多分デーモンからでしょうね。デーモンの血筋かな。かっちゃんさん、うん、リクエストは受け付けておりません。あの歌かっこいいよね、バット ね、はい、うん、そしてギネスさん、アバトラさんの累戦は崩壊しないのって。これね、これ累戦ないですよ、あのアバ戦はあるけど、いや、うん、いやでも、あの月曜日に、ちょっとね、ちょっと僕の妹のエピソードをね、うん、西町の番組に送ったらね、うん、送った自分が泣きましたよ、本当に、うん、ね、うるうるしました。累戦あったの、うん、だからあるんですよ、合わせんだけかと思って。やめて、はい、ちょっと巻いてもらっていいですか。はい、では CM を聞きください。はい、意外と
風呂大好きなるトラと、ココミとシロコにドハマりし、わちゃわちゃ騒がしい一時間、それがフリムーンラジオです。フリムーンラジオ、フリムーンラジオ FM ギノワンからお送りしております。ギネスさんから定期、いつもとっても可愛いマーヨーの美声ということで、埼玉のお子さんも定期でホッということで、うん、さあね、来週はどうなるんでしょうか、はい、さあそれではこの時間は電話ゲストでこの方をお呼びしております。ラジオネームスーミーマルコさんでございます。もしもーし。もしもーし、こんばんは。来た。お疲れ様です。お疲れっす。今日もね、出されてたんですよね。あ、出してましたよ、はい、はい、ん、出してた、カレーを、うん、そのアルバイで、アルバイ、肌を出したのかカレーを出したのか、カレー、カレー、カレーですよ。カレー、よかった、よかった、よかったですよ、本当に本当、やめて、うん、想像しちゃうから、もう風評被害よね、風評被害、家だから俺にはちゃんと今アルバイで待機してるって連絡あったぜ。うん、いや、もちろん、見せられないのすごい残念ですけど。そうだよね、もう、うん、丸倍ですよ、残念だじゃあナルトラ、はい、ほらこの前隠しカメラ仕掛けたからオンしてあげる。FC 琉球のあの試合の時にもしかしたらやめてやってないから本当に FC 琉球は本当にやめてはい、はい、そんな、マルコさんですけれども、はい、カリガリカレーっていうね、はい、これもともとなんか、東京発祥でしたっけ。そうですね、東京の秋葉原に本店があるお店、はい、はい、の、まあ、沖縄、まあ、支部みたいなものとして、うん、出されてもう何年になります。もう3年目ですね。だからしっかりとかって続けていってるということで、ね、はい、いや、ギリギリですよ、本当に大変ですよ、毎日毎日。本当にね、こうやっぱり天気にも左右されたりとか、うん、うん、本当梅雨時期は大変です。なんかいろいろ SNS の投稿でもこの6月が一番きついと、うん、そう一番きついですね、やっぱ6月は、うん、はい、やっぱ雨が ね、 雨ね、どうしてもね、そう、もう雨やら雷やら何やらかんやらで本当大変ですよ、うん、どうですか皆さん、食べたことはあるよ。あります、はい、あるよ、あるよ、はい、めちゃくちゃあるよ、うん、なるとか毎週、毎週、毎月、僕だから月1回か2回か、さっきの FC 琉球の時か、うん、まあ、某読谷のね、しゃべるついでに、うん、毎週第3日曜日読谷でおられることが多いので、はい、それ食べたりとかしてます。はい、うん、明日は、あ、マルコ明日何時までセブン。明日セブンは夜の8時まで。あ、了解。あ、はい、うん、俺の職場の近く、うん、バークレーのところにちょっと下っていったら、うん、パチンコ屋、セブンってパチンコ屋あるんだけど、うん、はい、そこの駐車場を曲がりしてやってます、うん、明日は。昼間はパレットにいるんで。昼間はパレットか、うん、パレット小文字で、うん、で、うん、セブンが4時ぐらい、4時半、4時5時ぐらいから。ああ、了解。じゃあ仕事終わりに覚えてたら行くね、うん、覚えてて LINE する、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 じゃあブロックするさあそんな、マルコさんにもコメントいただいております、うん、ガラスの中年さんやね、うん、埼玉の坊さん、うん、ギネスさんから、うん、マルコーということで、うん、はい、呼んでるね。そしてありがとうございます。ミスジダンさんからも、うん、今日土砂降りで大変でしたねという、うん、本当大変でしたよ、本当にもうマジで、はい、そしてガラスの中年さんからは、うん、はい、次ハートライフの時に買いに行きますわとか、ね、コメントいただきます。あ、はい、よろしくお願いします。いいですね、ね、一応明日のスケジュールは、ね、こうやって、うん、お伝えいただいたんですけれども、ね、よければカリガリ沖縄だったマルコ。そう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 、カリガリ沖縄、カリガリカレー沖縄、ごめん、あ、カリガリカレーは
カタカナで、沖縄はひらがなだったよね。ひらがな、うん、で、あの X で検索したら出てくるので、はい、そちらフォローしていただければ、はい、あのスケジュール全部載ってます、うん、そうですね、どこに出すという、はい、アンツマさん、ぜひあのちょっと SNS のほうチェックしていただければと思います。はい、ね、はい、はい、どうですか、ということで、あとはいやいや、今日告知の予定だから、あの、はい、話させてあげて。あ、わかりました。いじらないで、あんまり、うん、はい、告知できてます。どうぞ。そうですね、いいですか、今回の告知は6月23日の日曜日、慰霊の日なんですけど、はい、沖縄市の八重島公園で、うん、ファミリースマイルマーケットっていう、うん、まあ、あの僕が主催でイベントを何個かやってるんですけども、その第1弾で沖縄市の方でやらせていただくんですね、うん、はい、でこちらの告知で出演させていただいてますんで、あ、もうイベントをじゃあもうご自身でやろうと。そう、もう本当に、3月に、八重瀬かな、八重瀬でイベントやって、で、次はこれで、7月にも一応ハエバルでイベントやる予定になってますんで、もうあの大人も子供も楽しめるような、あの大人はフードトラック、まあ、キッチンカーでいろんな美味しいもの食べてもらって、はい、で子供はあの遊具とか、あと射的とか、金魚すくいとか、もうそういうちょっとした縁日みたいなのもやらせていただいて、あとふわふわ遊具とかも読んで、あ、すごい。で、6月23日のファミリースマイルマーケット、まあ略してファミスマって言ってるんだけど、はい、ファミスマの方はあのバルーンアートの人が来てもらったり、ワークショップとか、あとはもうハンドメイド作家の人たちの出展もあるんで、もういろんなものを楽しめるよっていうイベントをやらさせていただきますんで、面白い、あ、ね、慰霊の日は12時うとうとして、うん、その後暇だと思うんで遊び来てください。あ、すいません、予定詰まってます。予定詰ま、申し訳ないです。エコさんはね、詰まってるね、はいはい、話聞いてるから、話した通り、あの、はい、自分慰霊の日ちょっと、うんうん、あ、後で話します、これ、はい、マルコの告知。はい、はい、今のマルコの告知はどこかで何かで見れたりするわけ、うん、あ、これはあのうちのカリガリのアカウントでも流すし、うん、あのインスタとツイッターと、はい、X でも流すし、あと、うんうん、ファミスマで検索してもらえればインスタ出るかな、ファミリースマイルマーケットでやってもらえればアカウントが出るようにはなってるはず、うん、じゃあ探しやすい。一応あのフリムーンのゲストさん告知の時にいただいたあれですよね、うん、エコさん、うん、あのフリムーンのゲスト告知の時に、そう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 、あのフライヤーを、ね、送ったので、はい、うん、そちらをもううちの方の X で、あのナルトロが責任持ってアップしますので、うん、はい、あ、もうすでにアップしておりますので、あ、はい、また改めて、あの毎日インスタもアップされてると思いますので、はい、もしフリムーンの方見ていただければ、はい、ぜひ、はい、お願いいたします。はい、ぜひ行きましょう、はい、ファミスマ、はい、うん、はい、ということで、うん、告知はこれくらいでしょうか、うん、はそうですね、あとはうん、カリガリとは関係、あ、カリガリじゃなくて、あの、うん、ファミスマとは関係なくカリガリの方で、今週末の日曜日、はい、第3日曜日になりますんで、今度は読谷のリコーテルアリビラの方で、うん、はい、読谷のアリビラの、周年祭の方に、うん、カリガリの方は出展させていただきますんで、はい、そっちの方に行かれるんですね、うん、はい、うん、ナルトロ行きましょう、はい、行こうと行った行こうと思えば、はい、もうとりあえず来てねっていう話、はい、はいはい、あのナルトロ行くそうなんで安心してください。うん、アリビラかちょっと遠いな、なんで大丈夫、いけるいける、ラジオ終わりで来ればいいさ。あ、それもそうですね、はい、前でも行けるっすよ、前でも、うん、あ、まあ、前でも行きますね、前でも後でも行けるし、うん、はい、2回来るってよ、わ、うん、2回来るのマジで、うん、ありがとう、割引するわ、よかったね、俺行ってるよ、マルコが、あ、もうこういう感じでね、はい、じゃあこの日曜日は、うん、読谷のホテル日光、うん、アリビラの方で、はい、うん、はい、そう、アリビラの方で、はい、別にあのホテルの敷地のあたり、どなたでも入れますんで、あのあたりは、うん、はい、そうそうそう、ぜひぜひ、うん、はい、晴れますように、あのビーチの方でずらーっとやってますんで、お天気ね、お天気が、ね、天気が、うん、
天気はね、もう正直言うと雨です。あ、そうなの？早かった、今早かった。雨です。そうなの？天気予報上はね、ただそこだけスポットで晴れるということもあるので、そのままビーチ入っちゃえばいいんじゃないかな。なるほどね。そうだよね、あのマルコ、ごめん、ナルトラそれやったら不審者で捕まるからダメだね。やばい、大丈夫、ナルトラはいける。大丈夫だよ。よし、いけるって捕まったらマルコの選手を、変な自信を変な自信を持たれてますけれども、はい、ということで最悪最悪、あの FM 読谷さんの方に全部なすりつけるんで。ちょっと待って。そうだね、それがいいと思う。そしたら出来になるぐらいかな。まあ、こっちは無傷で出られるということで、うん、大丈夫、ナルトラ出来になるだけ。怖もう本当にもう前の仕事の時にも結構ね、あのアリビアさんお世話になってるんですから、本当に。あ、そうなんだ。やばい。じゃあ行けるさ、うん、ナルパスで、うんうん、なるほど。はいはい、はい、ということで、はい、うん、はい、エコさんにはね、もうノックアウトでございます、うん、今日は、うん、はい、なるほど、はい、ということで、はい、これくらいでしょうか。ああ、もうあとはあのマイケル・ジャクソンのリクエストをしておしまいでいいですか。うん、あ、このあ、うちリクエストかからないですよ。あ、でもリクエスト聞くだけならできる。だ, だけどあの、うん、キャンチーがね、ベストセレクションで10曲、9曲、10曲ぐらいマイケル・ジャクソンの曲を BGM で入れてくれてるんで、うっすら流れてる、流れてる、あの、はい、あのよく TikTok で流れてる歌の中で SMI マルコって名前が入ってるやつがあるんで、それ流してほしかったです。 あったっけ。TikTok で見てみて、あるから。あ、本当？すげえ、うん、聞いてみよう、探してみよう、探してみよう、面白そう、うん、はい、ということで、はい、この時間は、はい、スミマルコさん、うん、登場していただきました、ね、ありがとうございました。いいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。それじゃまた来てください、はい、お願いします。はい、お疲れです。ということで、はい、はい、もう本当にいろんなところに沖縄県内、うん、あの沖縄本当に出没してますので、うん、ぜひあのカリガリカレー沖縄で検索していただいて、うん、あのフリモンラジオの SNS でもあの、うん、リンク貼り付けてますので、はい、ぜひぜひそちらの方でチェックしていただいて、うん、近くのね、うん、ところに曜日とかね、日程とか合わせて行っていただければと思います、うんうん、X で月初めにあの1ヶ月ここに出てるよってカレンダーみたいに出てるんで、はい、ぜひそれ見て行っていただければと思います。でも日曜日ね、ドライブしながらちょっと行ってご飯食べにね、いいんじゃないでしょうか。めっちゃ美味しい。行ったら行こうかな、食べたことない、めっちゃスパイシー、ぜひぜひ、美味しいです本当に、うん、はい、ということで、はい、さあこの時間はメールテーマ、マイケル・ジャクソンでいただいているメールを、はい、読みたいと思います。行きましょう、はい、うん、来てる、来てる、来てます、来てます、来てる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 、はい、まずはヤンポーさんです、うん、はい、マイケル、これ、うん、どうした、テーマ、うん、マイケル・ジョンソンって出てきます。ジョンソンに来ちゃったね。これは陸上選手の方ですね。いいじゃない、ね、いいじゃない、やっちゃいましょうよ。ただ本文読みますよ、読みましょうよ、うん、あの整形野郎だろ、それ以外知らん。シンプルだな、うん、そうだ、うん、ナルトラの誕生日が11日だから、うん、ナルトラが整形したらいいよって、うん、はい、なんか僕にすごい指示をしてます、うん、もうこれ以上は読みません、はい、うん、はい、まあまあそんな感じで、ま、ね、テーマも違ってるし、うん、なんか指示してることもなんか支離滅裂でよくわからない命令をしております。気持ちがちょっと騒いでしまったのかな、はい、以上でございます、はい、かしこまりました、はい、次いきます。ナルドルさん、エコさん、ホワイティさん、チエキさん、リスナーの皆さん、こんばんむー、ナルラさんに誕生日おめでとうございます。いくつになりましたか。そうですか、来週なんでなんでなんで、さーっと流されてる、来週の水曜日が誕生日、埼玉の GO デー、ありがとうございます、ね、テーママイコージャクソン、ファンでなくても知っている、聞いたことがある、うん、それが世界のエンターテイナーマイケル・ジャクソン、その中でもで、ね、マイコージャクソンも参加したウィーアーザワールドが好きですね。あ、好き好き、あ、リスナーの皆さん、こちらの人気の番組のスポンサーお待ちしております。よろしくお願いいたします。お願いします。王さん自ら募集ありがとうございます。さあ、そして次のメールいきたいと思います、トゥインクルちゃんさんです、うん、あ、
これは僕へのメッセージですね、はい。昨日はナルタさんのお誕生日でしたね。おめでとうございました。ナルタさんにとって素敵な1年になりますように。まだお会いしたことはないのですが、会った時はご挨拶させていただきます、ということで、ありがとうございます。そうでしょう、はい。そして、埼玉のゴーさんからもう1つメール来ておりますが、これは、0から始まる、数字が並んでおりますんで、これはまたいつか使わせていただきます。言っていい？待って、聞きたい。何々何の人から電話かかってくるから、ね、言っていい、ここで。あ、それか。怒られた、怒られた。おい、にしゃらみたいな。怒られた、はい、下4桁がみたいな。板伝が続く続く。そして、ちょっと、メールテーマとかあるんですけど、ニュージーさんから、RBC とミュージックシャワー、最近久高真理さんの相方、男性芸人さんが来なくなっちゃったんですけど、なんでだろう。あの、これ言っときます、芸人さんじゃないです、アナウンサーさんですよ、あの人は、はい。ちょっとね、あのご病気されてて、一回なんか4月1日ぐらいにちょっと声のね、録音で出たんですけれども、近況ね、なんか代わりになんか女子アナばっかりでとか、誰が誰か分からなくなりますとかね、そんなコメントをいただいておりますけれども、普通にお笑い芸人さんが出た時のがあれ聞いてて、芸人さんがすっかり寄らなくなったっていう、あ、だったらいいんですけど、この書き方はどう考えても、あの凛太郎アナのことを芸人さんだと勘違いしてるんじゃないかなと。芸人さんじゃなくてやばいって、やばいって。凛太郎は一応芸人、まあまあ、はい、芸他者だけどね、はい。さあ、とイエーイ、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアアマトラ、アマトラ、いやー、今年もありがとうございます。おめでとうございます。ねえ、あの、はい、あの、なんだ、マイケル・ジャクソン、あの、ウォーク、ちょっと待って、ホヘディさん、ナム、煙がいつまでも立ってるから、ナムって、本当だ本当だ。まだね、まだちょっと妹と会いたくないですね。やめなさい、待っててね。お兄ちゃんもうすぐ行くって。やばいやばいやばい、これやばい。もうすごい乗っかるな、怖い怖い、皆さんもう本当にありがとうございます。怖いな、この人たち。おめでとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと先にちょっとね、あの NJ さんから、あの、あの凛太郎さんのことは存じてますということで失礼いたしました。はい、皆さんからね、本当に今も誕生日コメントありがとうございます。もうね、こうやってもうこんな年になって、こうやって皆さんから祝っていただけるっていうのは本当に、あのフリームーンやっててよかったなと思っております。そして皆さん、リスナーさんの皆さんのおかげでございます、はい。なんかね、喜びのナルトラダンスをとか言われてますけど、見たいよ。あとで見せるそうです。放送後に、あとで動画アップしたい、はい、ちょっと、はい、楽しみ。放送後に多分自分のツイキャスで載せるんだよな。喜びの前よ、おまけ放送やりますか。やってね、久々に、じゃあ1曲ぐらい弾いてあげるから。イエーイ。ちょっと待って、あのエコさんの三振に合わせて踊るってことですか、それは。あ、いいね。イエイエイエイ、どうなることや、期待しててよ。怖か。ゴーさん、振りもんなんと暇ないよ。じゃあツイキャスぜひ見てください。ナルトラ喜びの前、真面目なリスナーさんは、あの沖縄県のサッカーを盛り上げていこうがあれば、それを聞いてくださいね、はい、うん、多分微妙だな、はい。あ、はい、今見えてないんですか、いないんですか、誰もギャラリーに。ないね。あ、はい、はい、ということで、うん、大丈夫、5分前に入ってくるはずだ。したら、ちって思うはずになるぞ。はい、さあ、ということで、はい、うん、なんか微妙に今日は時間が、余っておりますけれども。余っとる、余っちゃった。あ、いや、いいな、5分も余ってるんだったらね、うん、はい、じゃあ、はい、喜びの前のやっちゃおうか、気持ちを、あれ、豊富ですね、豊富、今年の、あ、豊富ね、はい、あ、聞いてなかったな、うん、はい、どうしたい今年、そうですね、うん、まあ、あのとにかく健康には過ごしたいですね。大丈夫よ。いや、大丈夫って言われても、もう1年後にどうなってるか分かりませんよ、こんな年ですからね。大丈夫、1年後、あの引いても死なんから、あんた。勘
援してくださいよ本当に、はい、ねえそれぐらいの気持ちでいないと、はい、うん、こっちトラックから落ちても平気だったもん、うん、それも本当に本当に心配されたけどね、バカみたいに、ね、トラックからちょっと足首外して落ちて、やばい、なんか頭痛いなと思ったら血だらけだった、やばやばい、はい、そうだけど頭からの出血は派手なだけだね、すぐ止まる、もう、ね、そう、そうそうそう、もう正直僕その話を聞くだけですっごい今もう冷や汗するんですけどね、うん、これ本当にこれは冗談じゃなくて、ね、ナルトラでも気をつけるよ、はい、気をつけてよ、そろそろな、怪我したらな、治りが遅いからな、そうなんですよ、そこから来るぞ、もう本当にそれはもう今から心配してます、気をつけろ、うん、やばいです、あとな忘れっぽくなるから気をつけろ、いやそれはもう結構前からあるかもしれませんけど、脳トレしとけ、脳トレ、はい、すいません、みんな中学ぐらいの時からやってるやめなさいよ、はい、指こうやってしてる指こうやってね、みんなね、こうやってするやつ、こうやってするやつ、こうやってする脳トレやっとけとりあえず親指からこうやってやってく、怖い埼玉の郷さんが、うん、エコさん、うん、もう今日観音扉でおでこぶつけたとか、これはなんかわかります、なんかやったの、いやこれ俺じゃないよ、ボも今日だ、僕も今日ってことじゃない、あそっかそっか、あそうそうそう、あそっか、今郷さんトラック運転してますもんね、仕事でね、うんうん、しかも、うん、あの後ろ観音になってる、あはいはいはい、佐川急便みたいな感じの、何回もガチャガチャガチャ、あれでおでこぶつけるやあれやばい、痛いと思うでしょ、はい、痛いよ痛いよあれ、うん、ただあれはね、大体はねアルミにちょっと熱いベニヤにアルミ、うん、薄いアルミも貼ってあるので、はい、重量軽減のためにね、はい、だけどあれ完成で動いてきて当たったら痛いのよ、痛い、角とかだったらめっちゃやばいよね、はいはいはい、締める観音の棒だけはあれ鉄だからね、はい、郷さんから、ゴムの部分でした、あじゃあ大丈夫ですよ、ね、まだよかったかな、クッションだからね、ゴムね、はい、千秋さん怖い、千秋何もやってないよ、笑っただけで今、うん、何も言ってないよ、何のこと、にやりそうそう、ジダンさん言ってるように頭打って逆に血出ない方が怖い、ああらしいですね、内出血とか、逆に俺みたいに赤つだだみきた方が、あがと思うだけで、いやでも、はい、すぐ止まる、気をつけましょう、気をつけましょう、本当に、うん、僕も本当にね、うん、気をつけてます、あれから落ちてません、まだ気をつけましょう、これはもう迂闊に転ぶな、はい、本当に僕も本当に凛太郎みたいになるよ折れてないのに折れた折れたって言って CT まで取りに行く人いるからね、はい、まあそれぐらいの方がいいよ、はい、うん、はい、はい、ということで、はい、さあ来週なんですけれども、いい時間なんだ、はい、ね、うん、メールテーマ、まあ、6月19日ということで、うん、毎週この、うん、毎月っていうか毎年か、ごめんなさい、毎年このフリムラジオでは、慰霊の日に近い時期の、うん、まあ、放送会は、うん、はい、このテーマでやっております、うん、はい、エコさんからお願いします、はい、はい、ですね、いきます、慰霊の日、はい、ということで、ということで、うん、この週はね、はい、まあ、普段ふざけてこうやって自分たちでも年に一度ね、はい、この時にはやっぱりちゃんとしようじゃないかということで、はい、フリムン発足した時から、はい、まあ、毎年続けてる、はい、この週だけは、そうですね、この6月のね、はい、慰霊の日の、はい、ある時の週だけは、はい、ちゃんと真面目な放送しましょう、そうですね、将来について、はい、いろんなことを話し合いましょう、はい、ということでやってます、はい、毎年同じゲストさんをお迎えして、はいはい、やっておりますんで、3回目になるね、はい、固定して3回目で、うん、あでもそんなもんなんですか、そうだよ、うん、なんか僕本当にずっと毎年来てるような印象がありますけども、あとで言っとくさ、うん、待って、はい、ということで、そんだけ年食った名前よって言っとくさ言っちゃった、バイナルトラ、答え言っちゃってるし、本当に、はい、ということでフリムラジオわからです、また来週お目にかかります、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、今日も